皆さんおはようございます。サンデースマイルゴルフです。っていうか武田ちゃん近い仲良し。さあ今回エリアを飛び出してこんなところに来ているんです。いきますよ、せーの、じゃーん。いやー、目の前には太平洋ですよ。綺麗だ、絶景。今回から高知県にある高知黒潮カントリークラブでプレーしていきます。イエーイ。さあゆきこプロ、このコースの印象いかがですか？いや、もうまずこの景色ですよね。からのこのもう管理された綺麗なゴルフ場だけではなく、とっても攻め応えのあるコースになっていると思います。高知黒潮カントリークラブは18ホールの黒潮コース、9ホールの太平洋コースと暖流コースの計36ホール、太平洋に向かって豪快にショットできるホールやトリッキーで正確性が求められるホールなど、高い精度のマネージメント力が求められます。いろんな要素が詰まってるんですね。詰まってる。そしてね、プロの試合もありますもんね。そうですね、男子ツアーのカシオワールドオープンがここで毎年開催されてるんで楽しみですよね。楽しみですね、はい、さあ今回はこちらのコースにゆかりのある素敵なゲストに来てもらっています。どうぞ。井上水12歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。水ちゃんはこちらで開催されている黒潮ジュニア選手権に出場されたことがあるんですよね。はい、4年生の時は準優勝で、6年生の時は優勝しました。うわ、すごい。5、6年生の部に出場した水ちゃん、最終ホール決めれば優勝のバーディーパット。はい、入った。この勝負強さを武器に数々の大会で好成績をマーク。岡山市を拠点に活躍中のスイちゃんが今回高知県まで来てくれたってことは、今日はスイちゃんとゆきこプロガチンコ対決。イエーイ。ゆきこプロ、実はねスイちゃん前乗りしてるんですよ、今日のために。え聞いてない、そんな。しかも先ほど結構練習してましたよね。はい。まあまあ良かったです。非常にまずい。だけどやっぱりね、勝負となれば負けられないんで、まあ、なかなかプロと回れる機会がないので少し緊張してますが、絶対に勝ちます。若干弱気のゆきこプロに名物グリーンが牙を剥く。果たして勝つのはどっちだ。さあマッチプレーの舞台は黒潮コース8番395ヤードパー4です。何ですかこの左ドッグレッグの谷。プレッシャー。やっぱり左に行っちゃうと次も狙いにくくなるので、右目のフェアウェイから攻めたい。でもここ本当にグリーンがすごい難しいんで。そう、このホールには番組史上最高難度といえるグリーンが待ち構えているのです。それではゆきこプロ VS スイちゃんのガチンコ対決スタート。プレッシャーをかけたいなと思います。お願いします。よいしょ。ナイスショットです。完璧です。綺麗な球、いいとこですね。完璧。よし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 。どうでしたか？同じドローヒッターなんで、すごい綺麗な球でめっちゃすごいと思いました。皆さん嬉しいです。続いてスイちゃんのティーショットはレディースティーから。ナイスショー。ナイスショー。どこ行きますか？ショートカット、ベスポジ。ちょっと低い球でしたけど、まあ狙い通りに打ってよかったです。どうですか？言うことないんですけど、まあ、やっぱり多少の緊張とちょっと打ち上げっぽくなってるっていうのもあるから、
ちょっとだけ上がっちゃったかもね。起き上がりが早くなって、はい、結果ヒールにちょっと当たっちゃったのかなっていうのは。ありがとうございます、うん、いやでも2段目以降も楽しみですね、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。さあスイちゃんからプロに質問があるんですよね。はい、練習ラウンドの時にどんなことをメモしたらいいかっていうのが聞きたくて、うんうんうん、今はどこに行っちゃダメとか距離の高低差とかを書いてるんですけど、うんうんうん、まあその例えばこっちのラフは深いとか、こっちのラフは逆目になりやすいとか、このホールがどっちの方角向いてるとか、自分の感じる風と上空の基本風が違ったりした時に、はい、まあ、ジャッジがしやすくなってくるから、はいはい、風向きはやっぱ結構大事かなって。わかりました、ありがとうございます。中学生の時からそういったことをもう勉強されながら書いているっていうのはすごいですよね。すごい、もう子供の時私左行ったとかダフったとかそういうのしか書けてなかったから、やっぱりすごいなって思います。スイちゃんのゴルフに対する意識の高さを感じますね。さあユキコプロのセカンドショットの地点にやってきました、はい、さあどう攻めていくかなんですけれども、はい、先ほどスイちゃんがこのコースグリーンが難しいと言ってましたよね、うん、はいはい、グリーンの左手前がくぼんでて、その高低差がすごいあるんですよ。恐ろしいことになってるってことなのかな。そうですちょっと打つ前に確認しておきましょうか、ね、ユキコプロちょっと見ときたいです ね。番組史上最高難度といえる怪物グリーン。その正体がこれだ。なんかナイアガラの滝みたいになってる。何これ相当くぼんでますよ。ここくぼみというよりもはや壁。高低差はなんと1m40cm。 スイちゃんも苦しめられた経験が。あ、上に打って、届かない。で戻ってきた。待ってきて、自分より行くんですよ。うわあ、これは絶対嫌だ。絶対嫌だね。絶対に嫌だ。私はもうピンのある段ってか場所に確実に乗せることが大事。手前のくぼみを警戒するユキコプロは番手を一つ上げ6番アイアンを選択。さあどうだ。お、いいんじゃないですか。これめっちゃいいんじゃない。まさかくぼみにボーンぶつかってそれはもう落ちたそう。ちょっとでももう何ヤードかでも前だったらもうすごく良かったけど、うん、当たった場所がもう本当にくぼみだったんだ、ちょっとまあここ来たからはやっぱあれしなあかんのちゃうかな楽しもう、ね、切り替えて、うんうん、楽しんでいただけるということで考えさせていただきます。めっちゃ悩んでる。ちょっと待ってください。すみません。何かこうポレに聞いてもいい。もしポロ。ポロ。ポロ。段の下に落ちたからもうポロ。プロ。プロ。まあちょっと大きめのクラブで、もうあの右側からもう逃げて攻めます。さあポロに差をつけられる大切な位置だ。いいね。いいんじゃないですか。おお、宣言通りだ。スイちゃんは残り12ヤード深いラフからの第3打。負けちゃったら乗らない可能性もあるし、それ嫌がったらグリーン直接キャリーしちゃうと多分ビョーンっていっちゃうんで、その辺のもう距離感難しいショットだが、ナイス。いけいけ。ナイス。いけ。これはうまいわ。ここにワンクッションできちっとあの距離感、あっぱれでした。あっぱれ。はい。いやこれ相当プレッシャーがありますね。あの段下からあれぐらい寄せれます。未知数なんですけどももはや。そうですね。はい。さあ1m40cm の高低差を攻略することができるのか。あ、弱いな。ワンピーくらい残りましたね。結構そうですね。
ゆきこプロはボギー。しびれるなこの距離。スイちゃんはこのパーパットを沈めてプロ相手に大金星となるか。ナイス。ということで今日はスイちゃんが勝ちました。おめでとう。ご家族の皆さんも喜んでおります。今週のプレゼントです。高知黒潮カントリークラブのプレー券を1名様に、スマホにつけるアクセサリーポップグリップを10名様にプレゼント。 RSK アプリからのご応募お待ちしております。10月30日放送のプレゼントはご覧の方が当選しました。おめでとうございます。スイちゃんは今どんな夢を持っていますか？プロゴルファーになって活躍して社会に貢献できるような人になりたいです。はい。ほんまに中1？感心しますよね。すごい。応援してるから、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってね。またスマイルゴルフも来てください。はい、はい、お願いします。ということで今日はありがとうございました。日曜の朝はサンデースマイルゴルフ。また来週。